こんにちは、L です。早速、今日の症例報告をやっていきたいと思います。今日の参考文献です。40代男性の症例報告です。診断に至るまでのポイントです。既往歴として、直近の2年間で3回の心膜炎を認めました。病歴としては、最近、嚥下時痛、老作性呼吸困難、夜間の発熱が出現しました。診察所見では、口腔のアフタ性潰瘍、メカニック反動、ゴットロン兆候、ヘリオトロープシンを認めました。血液検査では CRP 高値、赤腎上昇がありましたが、筋逸脱酵素は正常でした。画像検査では、胸部の HRCT で間質性肺炎、NSIP と OP の混在パターンの所見でした。呼吸機能検査では、FVC30% と拘束性障害を認めました。筋電図検査では、筋障害の所見はありませんでした。追加の血液検査で、抗 MDA5 抗体陽性でした。以上より、抗 MDA5 抗体陽性、無菌症性皮膚筋炎と診断された症例です。皮膚筋炎についてです。皮膚筋炎、DM は、体幹や四肢筋胃部の筋力低下に加えて、典型的な皮膚症状を呈する自己免疫疾患です。皮膚症状が主体で、筋症状を欠く、あるいは乏しい場合は、無菌症性皮膚筋炎、CADM と呼ばれます。また、皮膚症状がなく、筋症状のみの場合は、多発性筋炎 PM と呼ばれます。多数の自己抗体がこれまでに発見されており、各々の自己抗体と臨床病態には深い関連が示されています。その中で、抗 MDA5 抗体は、特に CADM において高頻度で検出されます。抗 MDA5 抗体陽性 CADM は、急速進行性の間質性肺炎を高頻度に合併し、予後不良であることが知られており、間質性肺炎合併例では、ステロイドと免疫抑制剤による早期の治療介入が推奨されています。本日は以上になります。